はい、えーいいいはいえー、っとちょっと唇がめちゃくちゃ腫れてるんですけど、えー、ちょっと痛,痛くてちょっとまっ、あ、すぐ治るんでちょっと気にしないでくださいということで、えー、今日は、まあ、タイトルにある通りタイトル何かな「近況報告か、えー、もういつになりました」っていう、えー、感じのタイトルとサムネだと思うんですけどその通りえー、っと ADHD の薬コンサータっていうのがあるんですけどあれ飲んでたんですけどそれが合わずに人生初のうつになってました別にこれ言う必要ないしなんかこういう動画もう上げたくないと思ってたんですけどえー、まあ僕のその YouTube の更新頻度が少ないからか他の SNSTikTok インスタグラムのまあライブとか更新がないのを指したのか 多分結構前から見てくださる視聴者さんはもうちらほらえまあ僕のその状況に気づいてくださってまあインスタとか TikTok でえコメントしたり DM してくださいって本当にありがとうございます何があったのかというとえその ADHD のコンサート1日だけなんかその ADHD の後回し癖とかえタスクをこなせない えー、症状を、えーまあ、緩和というかめっちゃくちゃよくしてくれる薬があるんですけどそれを処方してもらってで最初、まあ、ちょっとずつ飲んでたんですけど外とかはまたすくこなせるようになったんですけど飲んで1週間目ぐらいからめちゃくちゃ痛くなりってなんかドクドク鼓動がして本当にああ合ってないなと思ってやめて。 てたんですけどやめたと同時にその次の日ぐらいから本当ずっとネガティブというかバッドモードみたいになっていってでそのタイミングで僕、えー、5月の初めから熊本にちょっとお仕事で帰っててで僕が行ってるそのクリニックに、まあ、行けないっていうのもあって、えー、またそれでなんかバッドモード入って。 熊本でそういう心、えー、療内科みたいなところ探そうかなと思って行こうと思ったんですけどどこも空いておらずゴールデンウィークとずっと落ち込んでて、えー、結構撮影とかはしてたんで、えー、素材動画の素材はあるんですけど、えー、全く手つかずでゴールデンウィークとずっと落ち込んでましたねで落ち込んでもう本当に嫌になってお酒飲んだりしたらそのお酒の次の日の酒打つとその 人生初のそのそバッドドモードを打つ状態が重なって本当にゴールデンウィークのある一日だけね本当にやばい日があってなんだこれっていうぐらいもう自分では体感したことがないぐらい自分じゃないぐらい落ち込んだ日があってそれで仕事ができないことにまたさらに落ち込んでえ僕のインスタグラムの,あのサブスクリプションに入ってる方 いやそちらのストーリーではなんか今日人生初のうになったみたいな感じのストーリーに載せたんですけど本当その日やばくてでゴールデンウィーク何もできずに何もしてない自分にさらに <laughs> 嫌になって東京に戻ったらなんかそこでもまた初の空の上でパニックみたいな症状起きて何これと思って鼓動がバクバクするんですよねなんかめまいがしてで、まあ、CA さんに助けを求めるぐらいで それが収まったんで、えー、大丈夫だったんですけどそのことが起きてからまたその,そのパニックの症状が出るんじゃないかって思って、えー、さらに落ち込んでだから東京に帰ってきても落ち込んでしまって寝れないんですよねその怖さでその怖さと初めての人生初のうつ状態でで僕そう今まで27年生きてきて多分 周りの人と比べるとかなりメンタルは鋼だと思ってそういう頭打つとかその打つっていうその症状が全くほぼ分からなくてもう嫌なことでもだいたい寝たら忘れることが多くてでまあ去年会社立ててまあ結構いろんなことがあって、まあ、落ち込んだんですけどその落ち込みとは全く違うなんかもう心が海の底まで沈んでるみたいな。 本当に言葉では言い表せない状態に、まあ、4月の後半最後の方から、えー、最近ですね4月5月十何日ぐらいまで、えー、なっててそれで、まあ、何がよくないかってそこで、まあ、助けてくれる人が少ないこと東京であとそれで一人でお酒に逃げてたことが、えー、めちゃくちゃよくないかったですね。 はいまあ、それを分かってたんですけどそれを紛らわすのがお酒しかなくて本当にめちゃくちゃやばかった、うん、なんかその長期間のこんだけ長く続いたのは、まあ、コンサーターのせいじゃないのは確実なんですけど事の発端は完璧にそのコンサーターが合わなくてでそこからズル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 ズ海の底の方まで落ちていったって感じですね なんで、まあ、正直こんな言わなくてもいいかなと思ったんですけど、えー、結構、まあ、僕のその ADHD のえーっと動画伸びてますしまあ結構その絵に関する相談お子さん持ってるお母様とか結構される人が多いんでまあ言っとこうと思って、えー、まあコンサートは本当にね劇薬あれはね本当に覚醒剤とかもうそっち系のレベルのすごい 劇薬ですね。はい。まあ、それだけは確実に言えます。まあ、その分、えーまあ、僕みたいに助クこなせない人はいきなり目がパキッとなって、えーうん、仕事がめちゃくちゃはかどるようになります。それは本当に僕もそうなりました。そのコンサータのせいで、えー、最近まで本当激落ち込みしてたんで、でそれが、まあ、動画にはしてないのに、えー、視聴者さんが気づいてくださったんで、えー、まあ、それは本当に。 ありがたいことですしまあこれでちょっと休みますっていう動画を出そうとも思ったんですけど、まあ、またそれでさらにえー心配をかけてしまうのは良くないかなと思って、まあ、今もちょっとなんだろう編集をずっと同じテロップ打ちとかをやってるとなんかちょっと落ち込んできてうわーってなる感じがあるんで、まあ、でも本当に食欲とか戻って、まあ、お酒も えー、食べ物も、えー、たくさん食べれる状態になってますし、まあ、今回に関しては悪いことが起きたっていうよりは、まあ、コンサーターを飲んで、まあ、仕事頑張ろう頑張って彼女を作ろうみたいな感じのポジティブに持っていくための、えー、ことをした結果、まあ、こうなっちゃっただけなんで、まあ、今回は悪いことが起きたっていうよりはいい状態に持っていくための、えー、過程として。 えー、まあその薬が合わないっていうのを知れたんでまあ良かったんじゃないかなと思いますえこの動画もちょっとテロップつけたいんですけどちょっとまあテロップつけてたらまたなんか <laughs> 元に戻りたくないんでちょっとこの動画はテロップなしで、えー、そのまま、えー、カットだけ出して出そうかなと思います、えー、明日以降もね、えー、結構、えー 最近は編集はかどってますし、えー、いろいろ他の仕事もね、ばしばし頑張ってて、えー、今日も、まあ、韓国にいるんですけど、まあ、韓国にもしっかり撮影いっぱいして、えー、っとお仕事も頑張って、えー、もうほぼも元通りに戻ったんで、本当、心配してくれた方、本当にありがとうございます。本当に何も出してないだけで、なんかコメントとか、えー、インスタの DM とかで励,まし励みの DM、 ってて、くださる方いて僕のお母さんより分かってるのかなっていうぐらい、えー、びっくりして一人で、えー、ちょっと心があったかくなってました。ということでね、えーま、昨日今日も、えー、韓国で、えー、爆食いしましたし、えー、そういう動画をまた笑顔になる動画をね自分も楽しくなれる動画を、えー、また世にたくさん出していきますのでお願いします。 ちょっとマジで唇腫れてるのだけではちょっと無視してください <laughs> めちゃくちゃすごいなちょっと明太子だとちょっと美味しくなさそうな感じですけどはいまた皆さん見てくださいお願いしますサムネどうしよう 阿牛。안녕